すごいね。僕たちは小さな船に悲しみという荷物を積んで、時の流れを下ってゆく船人たちのようだね。君のその小さな手には持ちきれないほど悲しみも、せめて笑顔が救うのなら僕はピエロになれるよ。I don't know。